演出家の宮本亞門です。劇場で映画を見て、映画館でこれほどしくしく鼻をすす声を最近聞いたことがないなぐらい皆さん泣いてらっしゃいました。僕も知らぬ間に涙がスーッと出てくるシーンが何か所かある。とっても純真で、そして誠実で愛にあふれた映画かな。特に印象に残ったのは、球児たちの泥まみれというところですね。やっぱりあえてその泥というのが僕にとってすごい興味を持ったというか、その台湾の南の泥、生きてきた土地の泥、そしてその中で必死に素朴に、訓練をしてきた彼らの姿、そしてそれが甲子園になった時のまた違う、泥というか土、ついこう近代社会でそういうものを忘れがちなんだけど、まず水だとか泥だとか、根源的な人間の生命力みたいなものがやはりこの映画にあふれていた。僕は何よりもまた興奮したのが、このチームというのが国を超えて作り上げられたチームが一つの新たな目的に向かって団結していく様っていうのがあるんですよね。僕が目指しているものと同じなんですね。僕も国を越えていろんな人たちが一緒に何かを作り上げていけるって思って舞台を演出させてもらっていることもあって、やっぱりその時にボーッと涙が出てしまって、お互いが分かり合って壁を越えて一つの新たな感動へ向かっていくっていうところが僕はやっぱりやられましたね。実際近藤監督は、偉大だと言われるのかもしれないけど、僕偉大って言葉は何かこう歴史上すごい人物がいたっていう発想が好きじゃないんで、あえて偉大というよりも人間的だったと。ある意味では日本が台湾に来てしまったことがこうだ、日本人はこんないいことをしたんだと、もうこれはもう勘違いしない方がいいと思います。台湾に行くと分かるけど、いろんな人たちは日本に反感を持っている方もいたり、日本がしてしまったこともあるし、でもこんな素晴らしいこともしたいろんな人たちがそれぞれいて、そしてその中で近藤監督は最も人間らしい行動をとった。周りがこう言ったから、国がこうだからじゃなくて、最高の瞬間を共に分かち合いたかっただけなんだというふうに僕は映画を見て理解したんですね。そこに感動した。よく台湾は日本の昔の良さがあるっていう感じです。そういう意味ではこの映画も実はとっても素朴で、あ、こんな純粋さが昔の日本もあったよねと思いたくなる、ちょっと介護的な香りがしないでもない映画です。ただ僕は今台湾にいると思うのは、彼らは新たな一つの国として見事に自分たちが今後どうあるべきかを考えている、むしろつい日本人が忘れてしまったことをもっと大切に気づき上げているのがこの映画にも現れていると思います。日本人の方には皆さんに見てほしいし、この映画は今の時代にとても大切な映画だと思います。ぜひ見てください。知っていましたか？かつて台湾代表が甲子園に出場していたことを。1931年日本統治時代の台湾で、一人の日本人監督と弱小チームが起こした奇跡の実話。俺は近藤陽太郎だ。今日から俺がお前たちの監督になる。俺がお前たちを甲子園に連れて行く。甲子園。近藤監督若い時にめっちゃすごい有名な選手やったらしいね。あちこちで言われてるわ。カノン野球部に鬼監督が来てしごかれてるって。待て、球場は神聖な場所だ。入る前に必ず一礼し感謝しなさい。万人は足が速い、肝心は打撃が強い、日本人は守備に長けている。こんな理想的なチームはどこにもない。まだできます。そうだ、負けた者に泣く資格はない。いつか俺たちは甲子園に行ってやるからな。甲子園だってよ。諦めて負けを認めるのか。負けることを考えるんじゃない、勝つ方法だけを考えるんだ。どんだけほら、甲子園に行って台湾の農民たちのためにも頑張ってください。ご名称投手が投げました。空振り三振、試合終了。お前は本気で最後まであのマウンドに立ちたいか。打たせてやれ、俺たちが必ず守る。よっしゃよっしゃ、天下の太郎。
民族を超えて夢を追いかけ、決して最後まで諦めなかった彼らの姿が日本中に感動を巻き起こす。俺を甲子園に連れてきてくれてありがとう。カノー1931海の向こうの甲子園、ついに日本凱旋上陸。